いらっしゃいませ。あ、待ち合わせです。ただいまお水とメニューをお持ちしますね。え、あ、違います、それじゃなくて。だからファミレスって嫌なのよね。温室育ちのアマちゃんお嬢様がうるちゅるしてるし。あんた、自分が勝った気でいるんじゃないでしょうね。は？結局事前情報の問題なわけよ。あんたがレールガンだって分かってたら、もっと念入りにぬいぐるみを。フレンダー。え？あんたが片付け忘れたぬいぐるみのせいでこいつを逃がしたってことを忘れてないわよね。そうだっけ。もっと反省しろボケ。何事ですの。え、店内での揉め事は他のお客様のご迷惑になります。ジャッジメントとして見過ごすわけには。あ、ってお姉様でしたの。こんな公衆の面前で揉め事を起こしてらっしゃるなんて。もう起こしてないわよ。私はただもう少し行動を慎んでいただきませんと。か弱い一般人を相手に喧嘩などなさっては。誰がか弱い一般人だ、この小学生が。ああ、私のことでしたら見ての通り歴とした中学生ですのよ。それにあなた方の身を案じて言ってますの。お姉様を本気で怒らせてはあなた方の命に関わりますのよ。だから雑魚は引っ込んでろって言ってんの。やり合えばボロクズになるのはそっちなんだから。聞き捨てなりませんわね。お姉様を時和台のレールガンとしてのザレ事ですの。小娘とは実践のキャリアが違うっつうの。結局この麦野が勝つわけよ。いいえ、お姉様ですわ。麦野なわけよ。お姉様だっせ。麦野、お姉様年食ってら言ってもキャリアさんだ。小娘の生まれた麦野なわけよ。確かに。お姉様は下着はキャラモノで、あまつさえ生活用品は全てファッシーグッズというお子様趣味ですけれど、時和台のエースとして恥じない力を持っていらっしゃいますわ。麦野だってそれ誰に見せるんだよってぐらいエロエロな下着隠し持ってたりする痛いとこあるけど、能力だけは無敵なわけよ。結局そんなまな板じゃ貫禄ってもんが出ないわけよ。あまつさでしか語れないとお下品な。将来性を考えればお姉様の方が。おいおい、どこ触ってんの。もうあの店行けなくなったじゃねえか。お前って無理な。